72スケール1、72スケールはスケールモデルで用いられる国際標準スケールの一つである。1930年代のプラモデル誕生時に航空機模型の縮尺として採用され、現在でも航空機や戦車の模型の縮尺として広く使用されている。1、72スケールは航空機のスケールモデルによく使用される縮尺であり、1フィートを1、6インチに 縮小した大きさ6イコール172726イコール12あるいは1ラインを2倍にした大きさ2イコール2144イコール172である言い換えれば模型の長さを72倍したものが実物の長さとなるこのスケールでは身長6フィートの人間はちょうど1インチの高さになる172スケールは 航空機の模型の主流となっている。航空機には小型の戦闘機から大型の爆撃機まであり、同一縮尺で全ての種類の航空機を揃えるためには、1、72スケールが事実上唯一の選択肢である、ためである。1、72スケールは1930年代半ばにイギリスで作られたスカイワードシリーズと今社のフロッグペンギンシリーズの航空機模型で、 初めて採用された。また、第二次世界大戦中に連合国で使用された航空機の識別用模型でも採用されている。現在では他のスケールに比べてより広範囲なものを対象とした模型が1、72で作られている。1、72スケールは、東西ヨーロッパ、日本を含む極東アジア、ラテンアメリカ、そして特にイギリスで広く普及している。 それに対し、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでは1、48スケールが主流であり、1、72スケールはそれほど普及していない。近年、1、72スケールは、ミリタリーモデルでも、主要スケールの一つとなり、さらに日本のキャラクターモデル、ダイキャスト製のミニカー、フィギュア、ラジコンの船舶モデルなどでも採用されている。航空機のプラモデルでは、 B-52 や B-36 のような大型の爆撃機から BD-5 のような小型機まで様々な機種が1、72スケールでモデル化されている。1、72スケールの発祥の地ともいえるイギリスでは今に続き1950年代にプラモデルの生産を始めたエアフィックスや後発のマッチボックスも当初から1、72を主力スケールとして採用していた。 フランスのエレールは当初1、50、1、75、1、100等の製品を作っていたが、1960年代半ばに1、72を主力のスケールとして採用した。ドイツの初期のメーカーは1、100の航空機モデルを主に発売していたが、ドイツレベルは当初アメリカやイギリスのレベルと同一の製品を発売していたため1、72が中心であり、 独自の製品を開発するようになってからも1、72を主力とした。イタリアのイタレリア、エッシーも当初より1、72を主力のスケールとしている。日本のメーカーは初期には1、50、1、65、1、70、1、75、1、80、1、100などの様々なスケールで航空機のキットを発売していた。 1960年代後半になり、エアフィックスの製品が大量に輸入され、レベルの製品が軍勢産業により安価に流通するようになると、日本でも多くのメーカーが1、72を採用するようになった。それまで1、70でシリーズ展開していた藤見模型や1、75を採用していた LS はシリーズのスケールを1、72に変更し、 従来の製品もスケール表示を1、72に変更している。長谷川も初期には1、70、1、75、190などのキットを作っていたが、1966年より1、72でのモデル化を開始し、以後1、72を中心に航空機のキットを充実させた。タミヤは1960年代半ばに1、72の キット5点を発売した後は148を中心としていたが、1993年にイタレリからの OEM で172キットの販売を開始し、1997年からは自社の148キットをスケールダウンした自社製キットも172シリーズに加えている。アメリカのメーカーの初期のキットは箱のサイズに合わせた箱スケールのものが多かったが、 1950年代後半以降スケールの統一の動きが進んだ。その中でイギリスに子会社を持っていたレベルは1、72を主力として製品展開を行ったが、1930年代から1、48スケールのソリッドモデルを販売していたホークをはじめ、モノグラム、オーロラ、リンドバーグなど多くのメーカーは1、48を中心に、 商品展開を行った。ただし、これらのメーカーも数は少ないものの1、72のキットも発売していた。また、アップック、AMT、MPC、ミニクラフト、テスターなどからは、日本やイギリス、イタリアなどのメーカーの1、72スケールキットが OEM で発売された。ラテンアメリカ諸国では独自のプラモデルの開発は、あまり盛んではないが、メキシコのロデラ、 ブラジルのキコ、アルゼンチンのモードレックスなどから、レベル、エアフィックス、エレールなどの1、72スケールキットが、現地生産や OEM により販売されている。韓国のメーカーは、1980年代頃までは、他国のメーカーの製品をコピーするケースが多く、航空機のキットでは、長谷川の製品がコピーされることが多かった。1 9九十年代以降自社開発のキットが、 多くなり、航空機は1、72と1、48をメインとするメーカーが多い。中国の状況も同様で、一部のメーカーは1990年代まで他国のメーカーの製品のコピーを行っていた。現在の中国を代表するメーカーであるドラゴンモデルズやトランペッターでは、1、72は航空機模型の主力となっていないが、 トランペッター参加のホビーボスは短期間のうちに大量の1、72スケールキットを開発している。旧ソビエト、東欧圏では1980年代まではプラモデルの生産は盛んではなく、チェコの KP やポーランドの PZW などが1、72、東ドイツのプラスチカルトが1、100を中心にキットを製作していた以外はいくつかのメーカーが旧今製のキットの再生産を 行っっていたただけであった1990年代になると、チェコやポーランドに、いくつもの新メーカーが誕生し、2000年代に入ると、ロシアやウクライナでも多くのメーカーが活動を開始した。当初は、航空機のキットは今製品の再生産や西洋の、メーカーからの OEM も含めて1、72が主流であったが、2000年代後半以降は1、48や1、 32にも力を入れるメーカーが増えている。戦車、軍用車両等のミリタリーモデルでは、1960年代、初めから、エアフィックスが1、72に近い方、ースケール、1、76で商品展開を行っており、1970年代には、富士見模型、2等、マッチボックスなどがこれに追随して1、76スケールのミリタリーモデルを発売した。 一方、長谷川 SCLL などは、航空機モデルに合わせた1、72スケールを採用した。当初は1、76スケールの方が、ラインナップが充実していたため、このクラスでの主流とみなされていたが、SC が急速に製品数を増やし、長谷川も着実に製品を増やして、レオポルド列車砲やカール自走急砲などの大型キットまでモデル化したため、 次第に立場は逆転していった。1990年代半ばには、ドイツレベルが1、72スケールを採用し、2000年代に、入るとドラゴンモデルズやトランペッターなどの中国のメーカーや、ACE、PST、メガワット、アタック、ウム、RPM、ローデンなどの旧ソ連、東欧圏の多くのメーカーが1、72スケールのミリタリーモデルの生産を開始した。 現在では1、35に次ぐ主要スケールとなっており、1、35に対する比較からミニスケールとも呼ばれる。軍用車両のアクセサリーとなる20世紀以降の兵士フィギュアに加えて、さらに古い時代の兵士フィギュア、そのアクセサリーとなる建物、工場機械、投石機、動物なども多数発売されている。1、72スケールの歴史フィギュアには、 ミニチュアゲームのコマとして需要があるためである。主なメーカーはハット、イタレリ、ズベズダ、ドイツレベルなどヨーロッパが中心で、ズベズダはルールの出版も行っている。1、72スケールの艦船モデルは魚雷艇クラスのものが主であり、レベル、エアフィックス、タミヤ、ドイツレベルなどから、第二次世界大戦時から戦後の魚雷艇やレスキューボートなどがモデル化されている。 マッチボックスからは、フラーー級コルベットの長さ90センチメートル近い大型キットが発売されており、この金型は現在ドイツレベルが保有している。また、2000年代には、ドイツレベルやアメリカレベル、リンドバーグなどから第二次世界大戦型潜水艦の1-72スケールの大型キットが発売された。軍用車両以外の1-72スケールの自動車のプラモデルは少なく、 バスや建設車両などを中心にしたキットが多少あるだけである。1、87スケールに多く見られるプラスチック製のミニカーもほとんど作られておらず、ダイキャスト製のミニカーも2000年頃にホンウェル、ヨーデル、エポック社等から多数リリースされたが、近年は減少傾向にあり、ヨーデル倒産以降は新作もほとんど発売されていない。キャラクターモデルのうち、 ガンプラでは機体サイズの関係もあって172スケールのキットはほとんど作られていないが機体サイズの小さい他の作品では172でモデル化されたものも多い。特にマクロスシリーズではスケールモデルメーカーの作ったキャラクターモデルとして話題となった長谷川の VF-1 バルキリーをはじめ複数のメーカーから172スケールのキットが 発売されている。生戦士ダンバインや太陽の牙ダグラムなどの作品でも1-72を中心にプラモデルが開発された。ゾイドではおおむね1-72スケールで作られている。特撮作品でも長谷川のジェットビートルやウェーブのマットアロー1号などのキットが発売されている。他にも数は少ないもののエアフィックスの エンジェルインターセプターやチームソニックレーシングム MS、ハルシオンのドロップシップなどの1、72スケールキットが発売されている。鉄道模型の主要な規格には1、72スケールを採用しているものはないため、鉄道車両の1、72スケール製品は主にミリタリーモデルに付随する形で少数がプラモデルとして展開されているに過ぎない。これは、 ディスプレイ用のプラモデルといえども、鉄道車両は、鉄道模型の縮尺に合わせて模型化される傾向が強いからで、1、72の近似サイズでは、大ゲージや、日本型16番ゲージ、ホゲージの規格に準じた1、76、1、80、1、87などの縮尺が使用されることが多い。同様に、鉄道模型用のストラクチャーでも一 72スケールの製品はわずかであるが、オーゲージやホーゲージ用のストラクチャーには1、72スケールのジオラマなどに違和感なく流用できるものも多い。逆に、ミリタリーモデル用の1、72スケールの建築物などが鉄道模型のレイアウトやジオラマに使用できる場合もある。過去には、オーゲージ用の1、76スケールのストラクチャーのキットが1、 72と表記して販売されたこともある。ダイキャスト製の玩具でこのスケールでの生産を初めて行ったのは香港のメーカーのホンウェルと言える。ホンウェルはモデルカー製造用の工場を1997年に完成させている。このスケールは主に材料としてザマック合金を使用することにより再現度の高い設計が可能である。積み上げ可能なアクリルケースに入れて 販売を行うことで収集家はコレクションを良好なコンディションで保管することができる。パッケージの大きさに合わせてサイズを調整することも多い交渉164スケールの製品と異なり172のダイキャストモデルは標準的なパッケージに収まらない場合でもスケールに忠実に作られている。ランプやミラーなどのプラスチック製の小物部品や 担保印刷の詳細なマーキングが模型の実感をさらに高めているが大量生産は可能であり玩具として使用することもできる。1、72スケールの模型の仕上がりは多くの1、43の模型に匹敵するのにもかかわらずその大きさからより少ないスペースで大量のコレクションを作ることができるためこのスケールの模型はコレクターに歓迎された。緊急車両の模型が このスケールでの新たな収集方法を作り出した。多くのメーカーが各地域の緊急車両を再現したモデルを地域限定で販売しているため、これらの車両を交換することがすぐにコレクターたちの日課となった。その結果、1、72スケールダイキャストモデルの国際オンラインコミュニティは多スケールのものよりポピュラーになっている。このスケールでのよく知られたメーカーとしては、 ホンウェル、リアル X、ヤトミン、リアルトイなどがある。シュコー、アブレックス、ブミカーズ、モートラットなどのブランドも製品ラインに1、72の模型を含んでいるが、実際に生産を行っているのはホンウェルやヤトミンである。イタリアのブラーゴも2005年のニュルンベルク国際番組本誌で1、72での商品展開を発表した。この商品はシュコーのジュニアラインを リアル X の製品で拡張したものだったとみられる。しかし、その後まもなく、ブラーゴは、ディッキー、主攻グループに売却されたため、これらの模型が、イタリアのブランドで、ヨーロッパで販売されることはなかった。方、王とは、鉄道模型で使用される、表記方法に端を発するもので、方は、方ゲージを指し、王は、王ーゲージを指す。 そのどちらも標準機を 16.5mm としており、O ゲージと方ゲージは元来、O として同一の規格であった。後に1、76スケールの O ゲージと1、87スケールの方ゲージに分離した。このことから、鉄道模型を専門としていないメーカーではこれらの規格を混同したり、あるいは一般ユーザーの知名度を考慮して、あえて不正確な表示をする場合もある。 イギリスのプラモデルメーカーであるエアフィックスは1950年代より 4&O スケール O、4と表示した鉄道車両やプラットフォームなどの周辺アクセサリーのプラモデルを発売していた。これらの模型は本来縮尺の異なる2つの規格名を併記しているが実質的には O スケールで作られていた。またエアフィックスは同じ方、O スケールで 戦車等の軍用車両のプラモデルや軟質プラスチック製のフィギュアもモデル化した。特にフィギュアは鉄道模型と組み合わせ可能なものや軍用車両と組み合わせ可能なミリタリーフィギュア以外にも様々な種類のものが作られ人気を得た。そのためいくつものメーカーからエアフィックス製品のコピーやスケールを合わせて新規に開発したフィギュアが発売された。また、 エアフィックスにスケールを合わせた1、76の軍用車両もイギリスのマッチボックスや日本の富士見、日東などから発売された。しかし、イタリアのエッシー、日本の長谷川、ドイツレベルなどはミニスケールの軍用車両にも航空機と同じ1、72を採用した。方、オート1、72は異なるスケールであり、エアフィックスと ドイツレベルのレオパルト1戦車のキットを比較すれば分かるように互換性もない。フィギュアでさえ1、72と4、O では明らかにサイズの違いが見られる。しかし歴史的に金止のスケールと考えられていたこととプラモデルと鉄道模型の縮尺の扱いの差による混乱のため4、O の製品が1、72と表示された例も少なくない。また、 方、王の製品がイギリス以外の国でースケールと表示されたり、1、72や1、100のプラモデルがースケールと表示された例もある。エアフィックスも1990年代以降パッケージをリニューアルして再発売する方、王スケールキットに1、72と表示した。これはスケールを混同したためではなく、このクラスのミニサイズ軍用車両では一。 72スケールが主流となったことを反映したものであり、実際に1、72スケールのキットも数点発売された。この状態は2000年代後半まで続いたが、2006年に鉄道模型メーカーのホーンビーの参加に入った後は、こう、大スケールキットの表示は1、76に修正された。2011年現在、ミニサイズの軍用車両は1、 72スケールが主流で、あるが、方、大スケールも消滅したわけではない。エアフィックス以外にも不死見は、旧日東製も含め1、76スケールの製品の販売を継続しており、ドイツレベルも、旧マッチボックス製のキットを、自社製の1、72キットとは区別し1、76と表示して販売している。さらにエアフィックスは、旧製品のマイナーチェンジや、 他社の金型を使ったものだけでなく、完全新金型による1、76スケールの新製品の開発も再開した。ただし、富士見は2010年のドイツ軍用トラックに続き、2011年には重式戦車を1、72スケールで製品化し、1、72への移行を鮮明にしている。A ショートヒストリーオブリコグニションモデルズ。 f r o g p e n g u i n c o m 2 0 0 7年11月5日閲覧サビリアンズフォ4ディフェンスコレクトエアー2007年11月5日閲覧フランシスティムザディフィニティブ172スケールモデルセンサス 72scale.com2007 年11月30日閲覧ミリタリーモデルではおおむね172から1 144位までがミニスケールと呼ばれることが多い。プラスチックソルジャーレビュー例えば、ホビーボスから、ドイツ軍用機関車、BR52 や WR360C12、ディーゼル機関車などが発売されている。また、列車砲や軍用車両輸送用貨車、走行列車なども、複数のメーカーから発売されている。エアフィックスからは1、76、 ドイツレベルからは1、87、マイクロエースなどからは1、80の鉄道車両のプラモデルが発売されている。1、72ミニ、カーコレクション、ハットフランシス、ティム、ザディフィニティブ1、72スケールモデルセンサス。7 2 s c a l e c o m 2007年11月30日閲覧。ありがとうございます。